そして最後に親指の役割なのですが親指は力がこのように押さえつけてどちらもそうなのですがグリップに対して押さえつける力があるとすべて右手はこのように開く方向に左手もこのように甲が上を向いて開く方向にどちらとも親指がグリップに作用するとこのようにねじりやすい動きをしやすくなってしまいますので親指の設置というのはかなり 弱いグリッププレッシャーで行う必要があります。ですので、左手のグリップもこのように指で握った後、このようにべたりとこう、しっかりとつけるというよりは、本当に触っている程度の親指の圧力感、このような形で握って打てるようになると良いと思います。で 親指は先ほど言ったようにこの辺に空間があって構いませんので左手のグリップはこのような形で終わるような意識を持っていただいて大丈夫だと思います。で次に右手なんですけれども右手も同じように親指のこの横の部分親指の先っちょの横の部分がグリップの左側に少し当たっているようなぐらいの 入り方をしてもらってここもグッと押さえるというよりは少し右手の親指の右側が少しグリップの左側に添えられているような形で親指はつけていただければと思います。で今やったようなグリップがなかなか難しいので練習方法としてはこのようにグリップをグリップにもう一本つけていただいて練習グリップの練習をしてみましょう。そうすることで 縦長になったグリップを握っていますのでまず左手の甲が丸まらない形になりますこのようにこれを1本外してグッと握るとこのように角度がついてしまいますがこのようにな細長いものを握ると丸くグリップを作ることができませんので手首の角度にも強い角度が出にくくなりますそして左手の空間もこのように 1> 1本分ででで埋まままってていすすので安心して横から握れることができますそして親指もこのグリップの空洞があってグニャグニャしていますのでグニャグニャしている分押さえつけるとすごくへこんでしまう感覚にあるので親指のグリップも柔らかく持つことができますですのでこのような形でちょっとグリップをグリップを2本重ねていただいて握る練習やそのまま打つ練習をしていただくと だんだんと美しいそして正しいスイングに近いグリップを作ることができますので是非練習してみてください。